ジョン・ハーベー・ケロックジョン・ハーベー・ケロックは、アメリカの最色主義のセブンス・デー・アドベンチスト教会信者の医学博士。ケロック社の共同創始者。ケロック社初代社長ウィルキース・ケロックの2位。ジョン・ハーベー・ケロック博士は、ミシガン州バトルクリークのサナトリウムで、ホリスティック療法などの実践や健康食や、健康器具などの開発販売を行い商業的に、大成功を収めた。 当時の健康ブームの火付け役ともなり、喫煙と肺がんの関係が一般的に取り沙汰される何年も前から喫煙の健康被害を警告していた。日本では現在でもシリアル食品のケロックとして名が知られ、博士はその生みの親である。シリアル食は G の禁止及び虚勢を目的に作っていた病人食のパン生地を誤って乾燥させてしまい、 それを患者に与えたところ患者たちの好評を得たことからコーンフレークとして販売するようになった。実践されていた様々な健康器具や健康療法は書物などとして残されており、その珍妙な健康法やそれらに狂じる人々の様子は実話をもとにしたブラックコメディ映画として1994年にケロック博士監督脚本アラン・パーカー。 主演はアンソニー・ホープキンスにより映画化がされた。1922年に社名をケロック社とし、ケロックはシリアル健康食品として爆発的に普及した。シリアルは健康食品としてアメリカの朝食の定番となり、さらには世界各国にも広まっていった。1962年には日本法人も設立され、高度経済成長時代に健康朝食として、 大流行した。1852年にミシガン州リビングストーン郡のタイロンで生まれた。1860年に家族と共にバトルクリークに引っ越し、父親は放棄の製造工場を設立した。ジョンは町の出版社で印刷工の見習いになり、後に地元の公立校に進学、その後ニューヨークのベルビュー病院内にあるニューヨーク大学と提携している。 医学校で学ぶ。1875年に医学学位を取得し、1876年にセブンスデーアドベンチスト教会のサナトリウムの館長として就任し、呼吸法、食事法、館長といった独特の健康法を提唱し、実践した。また、禁欲主義からマスターベーションを禁止し、性欲を抑える様々な方法を説いた。菜食主義もその一つで、 コーンフレークを健康食として開発、検電した。また、ピーナッツバターの発明ものでもある。一緒に仕事をしていた弟のウィルは、コーンフレークの製法の独占を主張したが、ジョンは自由に工場を見学させた。1897年に弟と共にコーンフレーク会社を設立したが、砂糖の添加をめぐって兄弟が対立し、1906年にウィルは独立する。 植物が持つ自然の力に感銘し、そこに神を見出した、ジョンの考え方は、次第に教会から半信論的であるとみなされるようになり、1907年には除名された。1879年に結婚したが、妻との間に子はなく、1920年に妻が亡くなるまで42人の孤児を育てた。晩年はフロリダで別のサナトリウムを設立し、 健康アドバイザーとして、執筆活動などをして過ごした。1943年に91歳で死亡。主な療法は、電気コイル治療、高圧電気風呂、乗馬療法、喫煙の禁止、飲酒の禁止、セックスの禁止、子宮マッサージ治療、腸内洗浄、アークライトを利用した、頭皮脱毛治療、アークライトを利用した、抗洗浄治療、フットマッサージ機、 マッサージベルト、博士公安器具による運動、紫外線ランプ歯科治療、熱気風呂、腰痛振動器具などがある。これらのほとんどは医学的根拠はないものの、現在でもなおか多くの健康サービス機関や医療機関などでも使用されている。ありがとうございます。